九州横断バス、九州横断バスは、九州参考グループが運行する定期観光バスで、ある。かつて、九州横断バスが運行していた熊本運膳、長崎間を一時期運行していた運膳、長崎オーシャン観光バスについても記述する。九州国際観光から移管した頃の、車両定期観光バスではあるが、実質的には、別府市と熊本市を結ぶ路線バスとしても機能している。とはいえ、 沿線には、阿蘇山をはじめ、黒川温泉や湯布院、城島高原、別府温泉、水前寺公園や熊本城など、観光資源に非常に恵まれていることや、雄大な阿蘇の景観が、車窓に展開することから、この路線に乗ること自体が観光になりうるという点や、単純に、熊本と別府の都市間移動のみが、目的の場合は直行の特急バス山彦号の方が、 早く運賃も安いということを考えれば、やはり観光バスと言える。実際 JTB の時刻表では、この路線は定期観光バスの欄に掲載されている。したがって、時刻表でこの路線を調べるときは注意を要する。なお、テレビ、東京系列において2016年6月25日に、初出放映された、ローカル路線バス乗り継ぎの旅、第十三弾においては、 高速道路を経由しないため、一般路線バスと扱われた。過去においては、別府熊本長崎という文字通り、九州を横断する長距離路線を構成しており、熊本伊勢では、天草や雲仙などをコースに含んでいた。1991年3月当時の時刻表によれば、別府熊本、熊本長崎といった区間便が主体だが、1日で別府長崎を走破する便、 別府から阿蘇を観光して別府に戻る便もあったり一部は途中に熊本市内遊覧も経路上に組み込まれていたなおもともとこの路線はかつて九州国際観光バスが運行していたが同社の解散に伴って九州参考バスが運行するようになった九州参考バスに移管後もしばらくは九州国際観光バス時代の便をほぼ継承しておりすべては 九州横断道路を通りルートとしていたが、後に黒川温泉への乗り入れ開始や熊本長崎間の廃止などの一部経路変更などを経て、さらに2011年4月のタイヤ改正において、運行内容が当時に比べ大幅に変化していると、共にかつては阿蘇三世駅で、食事付きで阿蘇山観光ができる90分間の 休憩も一部便に設定されていたが、2014年4月のダイヤ改正で廃止された。現在は、熊本を起点として、別府、湯布院、黒川温泉、阿蘇駅前という系統、画角1往復ずつ、合計4往復運行されていたが、2016年、熊本地震の影響により、熊本湯布院間と熊本別府間の2系統のみ運行している。九州横断バスは、 現在各4系統において運行されている全便を通じて、便ごとに1から8号までの番号が付けられており、奇数番号は熊本発、偶数番号は熊本期となる、別府方面行きは乗車のみ、熊本行きは校舎のみ、別府方面行きは乗車のみ、熊本行きは乗降か両方向ともに乗降か別府方面行きは校舎のみ、熊本行きは乗車のみ、または無印、 経由せず過去には、豆バスで運行されていたかつて、九州横断バスが運行していた熊本運膳、長崎間を事実上復活させた形で、九州参考バスが現在運行している定期、観光バスである。2010年10月1日、関西からの往復 JR 利用に宿泊をセットに、した旅行プランのオプション商品として、熊本市内から、運膳温泉、小浜温泉、長崎駅、 ハウステンボスまでの片道一本で運行開始。途中島原城と雲仙温泉で下車散策、昼食時間が取られていた。2012年4月1日からは昼食、下車散策をやめ、熊本交通センターから長崎市の稲佐山観光ホテル間までの一往復の運行に改められ、前日正午までの完全予約制ながらバスのみの利用が可能となった。途中、 全日空ホテルニュース会前と、熊本駅新幹線口で乗車。水無し本人、雲仙三角ホテル、雲仙地獄、長崎駅前で下車が可能である。また、熊本長崎間を乗車する場合、島原半島で途中下車して宿泊し、翌日の同じバスに乗り継ぐ企画券も販売されているが、1日で乗車するより割高な設定である。 2013年4月1日からは1日に往復に増便され、新たに長崎側の運行事業者である長崎バス観光を加え2社による共同運行体制となり、長崎市側の停留所は長崎新地ターミナル長崎駅前、ここ多く森町に変更。さらに、水無し本陣運前地獄における下車散策も再開。これに合わせ、運前温泉。 小浜を温泉で途中下車し、長崎県営バス運行の長崎市内行き路線バスへは追加料金なしで乗り継ぎが可能となるなど、島原半島内における滞在時間を確保することで途中観光しながらの移動もより便利になった。途中熊本港島原交換を熊本フェリーにバスごと乗船する。なお、熊本フェリーがドック入りで運休する期間はバスを運休となる。 また、熊本とハウステンボスを直接結ぶ、ハウステンボス号も1日1往復運行されている。過去に運行されていた、同じく熊本佐世保、ハウステンボスを結ぶ高速バス、再開号とは異なり途中の停留所には停車しない。2012年度は、熊本交通センター始発儀であったが、県南地域からの延伸要望により2013年4月より、松橋参考始発に 熊本交通センター経由に変更された。これらは九州横断バスと異なり、3区パスは北部九州版、全九州版とも利用できない。また、完全予約制のため予約なき場合は空席の有無にかかわらず乗車できない。なお、運行車両は基本的に一般観光タイプの大型ハイデッカー車両が使用されるが、予約の状況に応じて中型車、または 小型マイクロバスとなることもある。2012年度においては、過去に、天草地区の一般路線から転用された11人乗り一般乗用車タイプのワンボックスカーが使用されていた。2017年11月30日の運行をもって、運前、長崎オーシャン観光バスは運休となった。大分で下車後、大分駅において JR、または、別府方面行きのバスへ乗り換え経済日誌2003年。 その後、2010年10月より毎日運行として、再開、九州断バス熊本からあそ、黒川、湯布院、別府への直行便。九州参考バス、2011年3月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年3月7日閲覧。平成23年4月1日九州断バス、新時刻表。九州参考バス。 2011年3月7日閲覧バスターミナル移転のお知らせ熊本桜町再開発株式会社2016年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年10月16日閲覧熊本川湯布院別府線九州大ダンバス震災特別ダイヤ九州参考バス2016年5月6日閲覧2019年9月11日 熊本交通センター所在地及び名称変更についてバスターミナルをご利用の方へ熊本桜町バスターミナルの乗り場のご案内九州参考バス2019年9月7日閲覧ありがとうございます